皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、マザー3実況プレイのパート29です。雪原、まあ、雪山にやってきましたね。ここでリディアっていうまたマジプシーと会ったんですけれども、その先に行かなければならないと。まあ、多分その先に針があるんだよね。でもなんかね、想像しいんだよね。お、くしゃみ出そう。いや、なんか来たぞ。なんだなんだなんだ。ん？この感じ針抜かれたか。相手方にも針抜ける存在がいるのか、あの少年。まあ、なんとなく正体分かっちゃったけど。ゴリラ？いきなり戦うんかい。鉄球メカゴリラ、攻撃力高そうだな。メカキマイラクソイ、雷に弱い匂いもする、涙に弱い匂いもする。よし、32も下がるって相当もともと高いな。元の数値が相当高いの見える。雷に弱いとか言ってたけどな、アルファだもんな。リスナーがまた効くな。
そんな食らねよし、楽勝。おお、いい経験値。あの時の仮面の男、針を抜いているのはあいつなのか。リディアは？そうか、リディア。あ、消えかかってる。ん？こいつだっけ？リディアって。こいつか。リュカ？あなた以外の誰かが針を抜いたのね。闇のドラゴンにその人間の心が移された。この先の針は必ずあなたが。これは消えていく私の形見、大事に持っていて。リディアの形見をもらった。リュカ、今がその時だったの。あなたはそれを信じて進んで、私はここでさようなら。後のことは心配しないで。この山の頂上にある白い箱に乗ってここを出なさい。豚マスクちゃんにもどうしたいのか聞いてみてあげて。バイビー、次の魔術師によろしくね。うん、まあ気持ち悪いけど、基本的にね、悪い人はいない。お、マスク抜いてんじゃん。話はこっそり聞かせてもらったぜ。俺とお前らとは敵同士だ。お前らは俺に構わず、お前らのやるべきことをやればいい。俺はお前らと一緒に行動するつもりはない。でもあのマジプシーは、見ず知らずの俺を助けてくれた。だから俺はここに残って、ウサギの面倒を見る。それで貸し借りはなしだ。基本的に別にね、やってることはあれだけど、少年まで腐ってる連中ではないんだよな。どこか憎めないっていうかさ。まあ、とりあえず回復して。よしよし。レベル上がったからまたなんか覚えるかな。さて。ウータリお酒飲むのあったっけか。あったかセーター、あったかセーター人数分持ってたっけ。持ってあるよね。持ってあるね。よし、一応属性軽減系のアイテムは持っておこう。あ、来た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 。やっぱりいっぺんに来たよ。ちっちゃ
プル大丈夫？着地どうすんのそれ。めっちゃ回ってるけど。冷蔵庫じゃねえか。3人で1匹入るんかい冷蔵庫。すげえ内容量だな。走れねえ。ライフアップベータ、おう、クマトロも覚えんのか。シールドオメガ、サイの効果がよくわかんねえんだよな。物理半減ん、物理半減だったらこれディフェアップいる半減できないものもあるって書いてるもんな。まあ合わせて使えばいいのかな。なるほど。これ何さんだっけ。あ、そっか、ここアロハコート売ってんのか。これもな、属性軽減アイテムとしては魅力だね。肌高い。これはいらんだろ。筋肉じゃねえ。なるほど。カエルいるか。近くにカエルはおるか。あ、あれだ。きっとあれだ。ほらな。まあ金ねえな。次土星谷でしょに行くからな。とりあえずアロハコート諦めるか。来るといいですって言ってもな。ちゃぶ台どっか行っちゃったもんな。敵と戦ってちょっとお金貯めながら行くか。ここの敵そんな強くないっしょ。
遠いね遠いね。戦闘にならないわ。これ経験値とかになってねえんだよな、多分。もはやそうか。敵妖怪今が関係なかったわ。なんてことだ。関係ねー。あらら、弱っ。あ、でも処分しよう。持ちすぎ。絶対こんないらねいね。まあもうそろそろ着くべ。合ってるよね。この長さ不安になるわ。うん、よしよし、 BGM 変わった。聞き覚えねえやつ。お、ここの敵襲ってくるか。 OKOK、 OK、 OK、 やってやるぜ。いいダメージ。あら、よし、いやー、
OK。 あなた、よしよし。いくらか溜まったか？どうでもねえな。なんか確かここで錬金術できんじゃねえっけ？これ錬金術できるよね。これで、お、なんだ。ん？借款するですは、間違いです。感謝するですです。はい。ああ、一時は助けたからね。預かり屋がどこかにいるかと思われるが、お、命なの？これはちょっと大事。うん、群馬県？あ、で、ここに預かり屋がいると片っ端預けて、敵弱いからな。道中なんとかなるべ。よし、これであの干し肉をまた大量に買うと。いや、この錬金術を当ててやっておこう。とりあえず次回までちょっとお金貯めて、属性を軽減できるような防具たくさん集めておこうと思います。確かここでペンダント買えるんで、とりあえず非属性耐性かなを集めてから次のダンジョンに進めるようにちょっと準備をしておこうと思います。はい、ではマザー3実況プレイパート29、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見ていけるな。